時は天明7年、先の日の穴国での大乱と時を同じくして老中田沼意次が失脚、新たに老中の任に就いた松平定信により寛政の改革が執り行われた。しかし各地の飢饉や大火、打ち壊しによる混乱は焼結を極め、悪鬼邪鬼ともいえる暗雲は今や日の本全土を横湾としていた。恐山に隠された洞窟の奥、世の混迷に呼応するかのよう暗闇の中で一人の女が目を覚ます。己が何者なのかさえわからない。ただ誰かの呼び声だけが聞こえる。頭に響くかすかな声に応じるかのように四季は光の差す方へと歩み出した。苦しや憎し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 。最初はわずかな影響でしかなかった。これが明らかに不自然と認識できた頃、その暗い怨念は最悪となり、日の本全土を急速に飲み込んでいった。なくなればいい。私は何をしているの？どうして忘れていたのかしら。辛く苦しいこともあったけど、幸せな思い出もたくさんあったわ。あなたが私を苦しみから解放してくれたのですね。ありがとう。これでやっと向こう側へ行けます。しずやしず、静のおだまき繰り返し、昔を今になすよしもがな。木立の中で佇む四季の体を浄化の風が包み込む。霞がかかっていた思考が少しずつ鮮明になっていく。淡く輝く桜を見上げる彼女の頬を一筋の涙が伝え落ちた。なぜ自分は泣いているのか、その意味さえ四季にはわからない。彼女のまぶたの裏で赤色がちらついた。施設な激しい頭痛に襲われ、四季はその場に崩れ落ちる。地に伏せて動かない彼女の体を国威の男が抱き上げる。我が藩院の区別、時はまだ。男は四季と共に深い闇へと沈んでいった。四季は闇の中で目を覚ます。もう己を呼ぶ声は聞こえない。襲い来る眠気の波に飲まれ、桜の記憶さえもおぼろにかすんでいった。彼女は再び闇の中に横たわる。一片の光もささない静寂の中で役目を果たす、その時が来るまで。私は何かを忘れている。何も思い出せない。